はい、みなさんこんにちは。えなです。さかです。エンディブログです。はい、今日は5時に起きて、週末に5時に起きて、はい、速度にご注意ください。今日は、スノーボースキーというか、そうだね、ちょっとウィンタースポーツに行きます。最後の雪を、今年の最後の雪を楽しもう。あ、マイナス1度だ。今日ちょっと寒いよね。本当に私は寒いのが嫌いだよ。そう、レナね、すぐね、文句言うんだよね。滑ってると、私寒い、私寒いから、やめる、まあ、やめる。タカはスノーボードとか大好きだけど、私はスキーはまあまあやってもいいぐらいの気持ちだから、まあ寒くなるともうやめますっていうことで、今日も寒くなるとやめます。周り見せてあげたらいいんじゃない？なんか山だよ。山です。でもね、雪はね、あるじゃん。山をイメージしてください。見せないかい。めっちゃ怠け者やん。久しぶりにブログしたけどね。基本的にこういうドライブ、なんか今ナミビアとか、スコットランド、US とかメキシコでもやったからね。そう、思い出してタカがこう楽に運転してるけど、めっちゃずっとなんか文句言われる。これを取って、あれを取って、これを、おい遅いみたいな。見せたいじゃん、みんなに。5秒取ってテンション上げてくださいね。めっちゃうるさい。テンション上げてくださいね。おい、うぇぇやめて。そういうことだよ。そういうことだよ。レナは他っとくとテンションが低いから。はい、ちょっと外を見せますね。ここで降ります。で、今ね、アクションカメラをね、買おうかね迷ってんだよね。はい、で、まあ、今 GoPro とかアクションカメラを買おうかなと迷ってて。そうそうそう。で、その理由がいくつかあって、1個が今撮ってるカメラ、世界一周でずっと使ってたやつがめちゃくちゃ重たくて、私は1人で撮ると持てない。ちょっとね、重たすぎて。女の人にはね、重たすぎるよね。まあ、携帯とかでもいいんだけど、携帯はなんかめちゃくちゃ揺れることは、そう、手ぶれ補正が全然入ってないから、いろいろあるから。そう、悩んでます。そう、はい、何か意見がありましたらコメントで。そうだね、なんか持ってる人とかいたらね、教えてほしいよね、なんか。はい、わかりました。じゃあちょっと、速度にご注意ください。めっちゃ言われるやん。切れないのかな、この設定。タカの運転方法はとりあえず速すぎるっていう。だからレンタルやに向かおうかな。そうだね、あ、そうだ、レンタルがね、まだね、スキーのブーツと板持ってないから。私は、オッケー、お母さん、タカのお母さんの昔のギアを使って、板とかもなんもないから。だから来年買おうって言ってたんだね。買いたい、買いたくなってきた。速度にご注意ください。ご注意ください。シャラップしてください。この車の中で喋りにくい。車の中ちょっとだけ喋りたいから。この車がレナみたいにずっと文句を言うよ。隣でずっと文句言われるよ。そういう車。靴下破れてるんですけど。いや、今日朝まだ破れてなかった。絶対嘘じゃん。なんで絶対嘘だ。捨てましょうか、言ったら。よし、寒いんですけど。もう寒いよ。
てきた？スティック、私のスティック、ああチェック、 OK。 というわけで行きましょう。ちなみにスキー場はねこんな感じです。もうね雪がない。タカは変なことをやってる。何をやってるの？もう年だから準備運動しないと怪我するから。年なの？タカはね、Lions roaring in the morning sun.Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. very elegant, だね. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insaneWe must merely make a start. Savannah. 私めっちゃブサイクだよ。めっちゃかっこいいよ。めっちゃブサイクだよ。待ってて。髪型がすごいでしょ。お昼食べて雪がもうびしょびしょって感じ。お昼以降気温が上がってきたからね。だからもう帰りましょうと思った。まあ今何時だっけ？12時半とか。そう。この野良の中、タカの頭でいくわ。違うよ。10倍ぐらい雨が。これはあれだよ。おい寝ないで。何をやってるの？疲れましたね。うん、疲れた。疲れた。寝ましょう。おやすみ。おい、寝たら鼻に指突っ込むよ。どういうこと？起こすために。何の？こうやって鼻に指突っ込む。ええー。ええー。痛くない。うわ！こいつ。真ん中に走ってたね。危な。ハロー。ね、山道だから、ぐにゃぐにゃしてる道で、カメラを置いたままはちょっと難しい。そういうことだよ。ゆっくりカーブを行く。ああ、ただーそんなに、そんな運転中、はい、レナさんがね、日本で運転できる免許をもらってね、今や運転できちゃうんす。というわけでね、俺は優雅にねお菓子でも食べます。私もお菓子が欲しいかも。ああ、言い方が違う。人に頼む時の言い方は違う。はい、ちなみにレナの大好きな、私はチョコ、なんかオレンジチョコ。ピントが合わねえの。なんだ合わない。あと私の顔があるから。何をやってる？だからこれめちゃめちゃ美味しいんだよね。あ、うまい。違うよ、あれお酒入ってないの。入ってるよ、ブランデーオレンジ。ダメだよ。一応ね、説明にはね、お酒に弱い方、運転する方、妊娠授乳中の方は遠慮くださいと。アルコール分 3.1%、いつもね、俺が買うカリカリ梅、おしゃぶり昆布梅、全く違うよね、タイプが違う。二人は合いません。今度お菓子紹介するか。なんかちょっとあれじゃない、こっちに寄りすぎてね。じゃあ集中
できないよ、ビデオ撮ったら。危ないね。そう、危ない。事故するよ。目に集中してください。はい、これはアクションカメラ調べることに集中します。何？私はもう運転したくない。頑張ってください。はい、終わりにします。てなわけで。